皆さん、こんばんよ。今回も懐かしゲームやってみた。ゴールデン I007 パート8やります。ステージは8つ目、雪原です。任務は監視カメラ、通信装置、ヘリ、この3つを破壊し地下基地に潜入すること。ステージ8はステージ4の雪原と名前が一緒です。マップも同じでしょうか。ではの色が不気味。スタート地点は前の雪原と同じ。時限爆弾はこれです。最初から敵が多い。見つかる前からこっちに向かって走ってきているので、初めから見つかってる感じ。こんなのあったっけ。あった気がする。この先左右に小屋があったはず。ありますね。部屋の中には何もない。敵が多いですね。無限湧きしてる。丸い建物もありますね。相変わらず中には何もなし。パラボラアンテナもあります。ステージ4の雪原と同じマップで間違いないですね。こっちの小屋から攻めます。ここは金庫があった場所。警報鳴った。そういえば監視カメラの破壊をしないとでした。忘れてました。
ですよね。また警報。この辺りに監視カメラある。敵が多くて探せない。ヘリ、なわけないか。終わった。焦って時限爆弾を投げてしまった。監視カメラに見つかると強化兵が増援に来るのは以前と同じですね。違うのはこのステージは一般兵も無限湧きすること。監視カメラに見つかると両方無限湧きになってしまい、難易度がさらに上がります。さっきの監視カメラは金網の外から破壊した方がいいですね。1つ目。奥の小屋に行きたいのですが、敵が多すぎますね。ここにも監視カメラあるはず。ないね。そこにあった。敵多すぎ。このカメラは簡単に壊せる。
に出て素早く破壊。あら、見つかった。遠いけど見つかる。どうしよう。強化兵出てきたら難易度上がるしな。一旦出直す。裏から回っていける。おお、多分これが正解かな。また出直すか。いや、先を見てみよう。とりあえず敵は無視。ここは中に監視カメラありそう。やっぱりあった。通信装置があるはず。鍵はどっかの小屋でしょうか。イケメン。通気口あったはず。通気口の隣はヘリポート。爆弾をセットしてみます。この扉は地下基地の入り口。
ち起動させちゃった。壊さなきゃいけなかったのに。変な音鳴ってる。やり直す。いや、とりあえず行ってみよう。ここのカメラ壊してなかった。任務A完了。監視カメラは4つですね。間違って起動させた通信装置以外はできました。またここから行ける。今回はここは開かないみたい。ヘリポート側に行ってみましょう。任務D完了。わかりました。敵はある程度は無視して任務を優先した方が良さそうです。カメラ一つ目。このヘリも壊しておきます。通信室は鍵が必要なので先に鍵を取りに行きます。この中の敵が鍵を持ってます。抵抗なってますが、このまま駆け抜けます。カメラ4つ目。任務A完了。通信装置も破壊して。ヘリポートに向かいます。任務 C 完了。これで任務は全部ですね。クリア。捕まってしまいました。とりあえずクリアしましたが、敵に捕まりました。次のステージも脱出系ですね。それでは次回、ステージ9地下基地、お楽しみに。
ご視聴ありがとうございました。